社民党の福島光穂党首が広告代理店系のシンクタンクの調査に言及したとのことですが、あまりの無責任な発言にツッコミが殺到して大炎上しているようです。シンクタンクの調査結果と福島党首の発言内容、最近の福島党首の炎上した言動など、ネットの福島党首への辛辣な反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。社民党の福島光穂党首が31日国会内で定例会見を行い、広告代理店系のシンクタンクが調査した今一番欲しいものランキングを引き合いに出し、お金、時間、自由、安定した暮らしがないってものすごい切実じゃないですか。安定した暮らしにつながる政策はたくさんある。社民党はこの欲しいものランキングの問題を解決できるよう政策を実現していくと話しました。福島党首は博報堂生活総合研究所が1994年以来30年ぶりに実施した19から22歳未婚男女を対象にした若者調査の結果を取り上げましたが、それによると今一番欲しいものランキングでは1位がお金、2位が時間、3位が自由、4位は安定した暮らし、5位が容姿となっています。これどうでしょうかと切り出した福島党首は、若者がお金も時間も自由がない、安定した暮らしがないって、若者がそう思うようなそんな政治をやっているってことを変えたいと訴えました。福島党首はランキングの1位から4位までについて、社民党はしっかり取り組んでいきますと強調。まずは雇用をちゃんとすること、最低賃金を上げること、賃上げをすること、お金を上げていく、労働時間の規制をすれば少しは自由ってものが少しは手に入る、その延長線上の安定した暮らしっていう非正規雇用の正社員化とか、賃金を上げること、大学の学費を下げていくこと、奨学金の問題など、安定した暮らしにつながる政策はたくさんあると持論を述べました。また30年前の同じ調査で5位だった恋人が10位になったことに、恋人がいないよりはもちろんいた方がハッピーだけど、いてもなかなかしんどいよねってところが本音なのかなと思います。恋人の比重が低くなっていると分析しました。福島党首は大学あるいは高校を卒業して働いていてもお金がない、自由がない、時間がない、安定した暮らしがないと、付き合うにも時間がないし出会いのチャンスもないということかもしれません。少子化で騒いでいる国会議員に言いたい。それを作り出したのはあなたたちのせいです。雇用を壊した責任をしっかり変えるべきだと思いますと語気を強めていました。ニュースを深掘り。というわけで、福島党首がシンクタンクの調査を引き合いに出し、少子化を騒いでいる国会議員を批判したということでしたね。福島党首が少子化で騒いでいる国会議員に言いたい。それを作り出したのはあなたたちのせいです。と述べたようですが、福島党首も長年無為無策で歳費をもらい続けた一人であることには変わりありません。それどころか、最近福島党首が話題になることといえば、日本を陥れようとすることばかりです。今年の5月には2025年に秋田県で全量転換される秋田小町 R について、自身の SNS で放射線育種米秋田小町 R 秋田小町カドミウム汚染とハッシュタグをつけ、消費者の権利を守りたいと批判的な書き込みをし、これに閲覧したユーザーが他のユーザーにとって役立つと思う背景情報が追加され、秋田小町 R は生育中の水稲や収穫後のお米に
直接放射線を照射しているものではなく、コシヒカリ缶1号の育種の最初の段階で、一度だけ放射線を照射して突然変異を起こさせたものです。その後、原種よりも有害なカドミウムを含有しにくい個体を7世代も選抜しているので、新しい品種として登録されるまでには何年も経過しております。したがって、お米に放射線が残っていることはなく、もちろん、自ら放射線を出すものでもありません。自然界でも、宇宙線や大気、大地などからの自然放射線で突然変異が発生しています。放射線育種は、このような自然放射線と同じ種類の効果を短期間で得る手法です。との秋田県庁のホームページでの説明が書き込まれ、さらに、国会議員として完全に一線を越えてる。さすがにシャレにならないだろうこれ。秋田県全体で社民党に対して訴訟を起こしてください。秋田県民の皆さん、社民党及び福島みずほには絶対に投票しないでくださいと批判が殺到していました。また、今年1月には中国を訪問し、北京で中国最高指導部メンバーの一人で、序列4位の王コネイ共産党政治局常務委員と会談し、東京電力福島第一原発処理水の海洋放出に反対する考えで一致しました。福島党首は、放射性物質を海に放出すべきでないというのが社民党の立場だと述べ、放出を止めていきたいと考えていると応じたということです。さらに、福島党首は、北京市郊外にある盧溝橋近くの中国人民抗日戦争記念館を訪問し献花。館内で、日本が引き起こした侵略戦争の犠牲になった方々や、その家族に、改めて心よりお詫び申し上げると述べた上で、日本と中国の国民は、絶対に戦争をしてはならないと表明しました。その上で、王氏に対しても、侵略戦争で、たくさんの甚大なる被害を与え、たくさんの皆さんに犠牲を強いたことについて、改めて、心からお詫びを申し上げます。日本の国民と中国の国民は、絶対に戦争をしてはなりませんと謝罪しました。この一連の行動に対しては、SNS 上でも、未だに日本が引き起こした侵略戦争という完全な誤解の呪縛から抜けられない政治家がいることに危機感すら覚えてしまいます。そして、社民党という政党は誰のために政治家として活動をしているのか理解できません。確かに日本が引き起こした侵略戦争、他国から見ればそうかもしれません。しかし、それに対してお詫び申し上げるとは、あなたは何様なのでしょうか。あなたの個人的な思いを述べるのはあなたの自由です。でも、あなたは日本人あるいは日本国の意思を代表する立場にありません。国会議員ともなると、このように尊大な言葉を発することにはばかりがなくなるものなのでしょうか。と批判が殺到していました。今回も、口先だけは達者ですが、では、あなたは何をしてきたのか、といった批判が殺到。とにもかくにも何とかして、日本及び日本政府の過去の出来事、現状をやっていることを批判したい。難癖をつけたいというのが社民党であり、こういうどこの国の議員かわからない輩がいるから、社民党は党として風前の灯火なのでしょうね。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。今一番消えてほしい政党ランキングなら社民党が一番。国会議員が何言ってるの？国会議員と自覚ないなら辞任してくれ。社民党より自民党の方がマシ。いるかどうかわからない市民側。なお、
日本国民ではない模様。社民が口だけ国民のため生活のため吠えるのは昔からよく聞いたが、こいつら活動家な行動しか見たことねえんだわ。国民のためつっても日本国民じゃないしな。わら、さすがの多席思考。自らがどうして嫌われているか理解しないから改善はないんだよね。ゆえに統制は衰える一方、政治家なのに政治家のせいと言って綺麗なブーメラン。他人を心配するより自党の心配をされては、少子化より自党の弱体化、若者の安定した生活より自身の安定した議員生活を。まあ国会議員としての責任なんて感じてないで、ただ文句言える立場だと勘違いしてる人だからな。こんな人に投票する人の気が知れない。これに比べたら自民がマシに見えるから議員でいることが害悪なんだよな。もはや泡沫政党だよ。顔だけは売れてる悪目立ち。けどこれまで何か建設的な提案をしてきた記憶がない。その年齢なら金も時間もないよ。金や学歴を稼ぐためには自由も少ない。そもそも安倍側で時間をすりつぶし政策など忘れてしまった野党にも文句言いたい。社民党支持者はもう他党に乗り換えてくれないかな。大差ないし、こんな無責任なこと言うのだから何もしないのに、私は悪くない支持しろとしか言わないよ。福島党首に関しては国会議員どころか少子化担当の大臣もやってたよね。鳩山由紀夫内閣の時だったと思うけど。わら、あなたも国会議員ですよね。しかもベテラン参議院議員で騒いでいただけの人でしたよね。社民党を潰したのもあなたなのに何言ってますか。社民党がお金と時間と自由を国民に与えますってか。わら、マイドハウと愛がないレッドチームなんだが。愛の感想。このニュースあなたはどう思われましたか。いやいや、福島党首も長年無為無策で歳費をもらい続けた一人ですよね。どの口で言っているのでしょう。しかもシンクタンクの若者意識調査結果に驚いてコメントしていること自体、日頃から若者の声に接する機会が少ないことを図らずも暴露してしまっています。社民党の関係者が高齢化しており、また組織が閉鎖的なことを示唆しているのでしょうね。自分も国会議員でありながら人事のようなことを言ったり、綺麗事を並べる前に自らの組織を改革して日常活動の中に若者の意見や提案を受け入れる基盤を構築するのが先決ではないのか。そうでもしないと単なる支持率 0% の一番潰れてほしい泡沫政党のままですね。そう思ってしまうのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか。あなたの感想コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの愛です。ご視聴ありがとうございます。これを機にこちらへの登録よろしくお願いします。